すいません、こんにちは。はい、時間になりましたので、始めたいと思います。今日はミャンマー連続セミナー仏教者の責任と可能性の第1回にご参加くださりありがとうございます。ちょっと待ちください。通訳。このセミナーは、ジャパンネットワークオブエンゲージドブディスト、通称 JNEB と、アーユス仏教国際協力ネットワークの共催でお送りいたします。アーユスは、日本の NGO をパートナーに紛争地での人道支援、環境問題、貧困問題などに取り組んでいる、仏教系 NGO です。昨年の2月1日に、ミャンマーでクーデターが起きた後もこの状況をとても懸念し、何かできないかと寄付を募り、5団体の事業、例えばミャンマー国内や国境での人道支援、地雷被害者への義足支援、日本の公的資金や企業活動が国軍を利さないように働きかけるハッシュタグ国軍の資金源を盾に協力してきています。今回は同様にミャンマー国内での人道支援や国内でのアドボカシーを共に行ってきているジェンネブと共に、日本に暮らす者として、また仏教に関わる者として、最前線に関わる仲間から話を聞き、一緒に考え行動につなげる機会になればとセミナーを企画しました。クーデター発生から1年以上経ちますが、国軍による苛烈な暴力は終わることなく、すでに1500名以上もの市民がの命が奪われ、また1万名近くが拘束され、40万人以上もの避難民が出ています。一刻でも早くこの暴力を止めるため、また被害に遭っている人たちが安心して明日を迎えられるよう、私たちにできることを考えたいと思います。今日はその1回目、ミャンマーにおける仏教者の功罪、民族主義と民主主義をお送りします。ミャンマーの民主化運動の中で、仏教僧侶は常に重要な役割を担ってきました。2007年に、黄色の衣を着た僧侶がヤンゴンの大通りを埋め尽くして知られたサフラン革命もありました。まあ、一方で、民族主義仏教のため、民族主義仏教のリーダーが、ロヒンギャムスリムの迫害や虐殺を扇動したこともありました。反植民地主義の歴史、多民族国家の中からの優勢思想を背景に社会に影響を与えてきた仏教に対する認識を、今日の、セミナーでは深めたいと思います。では本日お話しくださる、宝山アラン・セノーク氏をご紹介したいと思います。米国アメリカニューヨークに生まれ、60年代は、コロンビア大学での学生運動に参加、70年代になってカリフォルニアに移り、総統禅をワイツマン総住氏の下で学びました。このワイツマン氏は、第二次世界大戦後のアメリカで禅を広めたことでも知られる鈴木春流氏から直接に法を継承された方です。アラン氏は、長年にわたりバークレー禅センターの住職も務めていらっしゃいますが、日本の曹洞宗の道場で修行を終えられてからは、アメリカで曹洞禅を伝える国際布教師としても活躍されています。1991年には、ブッディスト・ピース・フェローシップの事務局長となり、その活動を通じて、インターナショナル・ネットワーク・オブ・エンゲージド・ブディズム、通称 INEB の活動に積極的に参加されるようになりました。この INEB は、タイに本部があり、世界各地で平和や紛争解決、ジェンダー問題、青少年育成や環境課題に取り組む、社会に関わる仏教者や仏教の精神に根ざした社会活動を行う団体をつなぐ緩やかなネットワーク組織です。アランさんはこれらの活動を通じて、1990年代の初頭よりミャンマーの民主化運動を継続的に支援し、国境沿いにある難民キャンプにも数十年にわたり足を運んでいらっしゃいます。民主化運動や人権問題に関わってきたミャンマー僧侶は、米国にもたくさん逃れていらっしゃいますけれども、まあ、それらの方々とも長年にわたり交流をされてきていらっしゃいます。なお、今日のセミナーは同時通訳が入っています。画面の下に通訳というボタンがありますので、そちらの方から必要な言語をお選びいただき、今日のセミナーに参加していただければと思います。
また、アラン氏のお話の後には、質疑の時間を設けております。やはり同じく画面下に Q&A というボタンがありますので、そちらを押して、ご質問があればお書き込みください。また、主催者側で、今日のセッションを録画しております。終了後は質疑等のところを編集してから YouTube 等で、掲載予定ですけれども、またそのご案内は追ってしたいと思います。はい、では長くなりましたが、これからお話を伺いたいと思います。アランさん、こんにちは。はい、アラン。こんにちは。はい、じゃあこれからアランさん、よろしくお願いいたします。So, thank you for that introduction, Adaki-san. Adaki-san, ご紹介ありがとうございます。聞こえてますか？音は大丈夫ですかね？はい、大丈夫です。参加できて光栄です。日本の、エンゲージブディストネットワークの人たちとお会いできて嬉しいです。また講演してくださったアユさんにも感謝しています。Adaki-san をはじめとする友人のジョン・ウォッツさん、そして通訳のトムにも感謝します。早口になりすぎた場合は誰か注意してくださいね。何人かお知り合いの顔が見えています。皆さんと海を越えてご一緒できることを本当に嬉しく思います。本題に入る前、つまり仏教と政治、ミャンマーの政治情勢の本題に入る前に、まず背筋を伸ばして姿勢をとっていただきたいと思います。で、自分の呼吸に注意を向けていただきたいと思います。自分の足が地についているのも感じてください。そして自分の体を出入りする空気の流れも感じ取ってください。Because we are going to be speaking about long-standing suffering. 長年続いている苦しみのお話をしますので、まず安定した心でしっかりと自分の体の正念を保つことは大変良いことでしょう。慈しみ、メッタの祈りをミャンマーの人たちのために捧げたいと思います。すべての生きとし生けるものが健やかで愛にあふれ平和でありますように。私たちが常に平和の土壌を培うことができますように、そして粘り強く心を込めてこの働きに専念できますように、私たちの努力と祈りがミャンマーのすべての人々に届きますように、仏教とキリスト教とイスラム教とヒンズー教徒の人たちに、アニミズムの信奉者、すべての宗教の人たちに私たちの愛が届きますように、私たちの慈しみがすべての民族とコミュニティにも届きますように、僧侶たちも二僧たちもそれに包まれますように、一般市民も、軍政の
抑圧に耐えている一般市民をも包みますように、そして軍人たちをも包みますように。私たちの慈しみはタトマドの将軍たちにまで届きますように、その家族にも、そして関係者にも届きますように。恐れのために権力にしがみついているその人たちに届きますように。私たちの心の平和と世界の平和は別々ではないことを知ることができますように。世界の平和は私たちの正義のための活動の結果であることを忘れることがありませんように。生きとし生けるものが幸せであり、健やかで平和でありますように。So with that, I'd like to introduce my own history with Burma. 私のビルマとの歴史を語りたいと思います。1992年の冬のことでした。私はアイネブの視察団に加わってマナプラウというところに行きました。それはモイ川のビルマ川にある場所でした。タイから川をちょうど越えたところでした。ここは民主化運動の本部でした。多くの民族、武装組織がそこに拠点を置いており、そこで全ビルマ青年総領連合 ABYMU の人たちに歓迎されて、森の中の草原の床で寝泊まりしました。これは私にとっては初体験でした。今までジャングルで暮らしたことがありませんでしたし、ましてや銃声やモルタル砲の音が聞こえるのも全く初めてでした。我々がいるところの次の橋では戦闘が行われているのが聞こえました。その旅行の時、あるミャンマーの僧侶、民主化を提唱したウ・レワタ・ダンマ氏と一緒でした。その方は数十年前から国外に亡命をしていましたが、彼は非常に感動を持って本国に帰りました。どこに行っても彼の姿を見ると人々は感動していました。とても尊敬されていたからです。この偉大な先生は仏法が必要とされているところに仏法を届けていたので人々は感激しました。この国境地域への私の最初の旅行で、実はアイネブジャパンのメンバーも何人か参加なさいました。アイネブでお付き合いすることによって友人になった人たち、日本の人たちも何人か来ていました。その後、私は何回かタイ・ミャンマーの国境を訪問しましたし、バングラデシュとミャンマーの国境地域も訪問しました。そして責任を感じたのです。自分が見てきたことを語らなければならないと思いました。私は絶え間ない戦争の状況を目の当たりにしたからです。人々が移住を強いられて、家から追い立てられて、村が焼かれてしまっていました。僧侶たちも寺院から追い出されていました。それでも誰しも、民主主義と自由に対する志を決して捨てていませんでした。私はこのことを文章で書こう、そして人に語ろうと思いました。
自分がミャンマーについて見聞きしたことを特に西洋の仏教者のコミュニティに伝えなければならないと思いました。当時は仏教平和フェローシップの職員をしていましたので、執筆活動をしたり幅広い人たちにエンゲージドブディストたちに状況を伝える良い機会にも恵まれていました。そういう執筆活動や講演活動の傍ら資金集めも始めました。特に医療支援のためです。バックパックを背に背負った若いお医者さんたちが基本的な医療の訓練を受けて国境を越えキャンプや隠れた村に出向いて基本的な医療を届け人命を救う、そういう活動を支援しました。そういったバックパックを背負った医療関係者のを応援する活動に資金を提供しました。また非暴力訓練のための資金集めもしました。 軍に抵抗している勢力に対する非暴力訓練です。随分長いことそういうことを行いました。2007年にサフラン革命が世界がミャンマーに今までないような形で注目をしました。なぜならば初めて技術によってミャンマー国内の状況を直接見ることができるようになったからです。ちょっと画面に一つお見せしたい絵がありましたが、別のパソコンでしたら見せられません。すいません。僧侶たちや二僧たちが一般市民の活動家と一緒に運動を繰り広げられているのが見られました。その当時の映像を覚えてますか？ヤンゴンやミャンマーの街中は赤い包囲を着た僧侶たち、ピンクの包囲を着た二僧たちが川のように道を歩いていました。また自由を求める若い人たちがその応援をしていました。僧侶たちは非常に規律正しく決意も固く運動をしていましたが、他の革命運動とは違って決して激しいスローガンを唱えたりはしませんでした。むしろ、慈しみのお経などを、唱えたのです。メッタスッタを唱えたんですね。銃口や、銃剣や催涙弾に直面してもです。これは私たちの多くを感銘させたでしょう。エンゲージドブディスト と自分を考えている人たちは非常に印象深かったです。ここでは僧侶たちが最もリスクの高いエンゲージドブディストとしての活動をしているのを目の当たりにしたので大変感銘をしました。このサフロン革命は暴力的に鎮圧されました。多くの人が数知れない多くの人たちがその鎮圧で亡くなりました。僧侶二僧も在家の人たちもです。お寺が閉鎖され、僧侶たちは遠方の僧侶に寺院に送られ、中には投獄される人たちもいました。この反逆の約1ヶ月後、そして弾圧の後、アイネブの支援を得ながら私は
小さな訪問団を組織するのを手伝いました。訪問団はヤンゴンとタイ国境のメソッドに行きました。ミャンマーの国境のすぐ外のタイ国内です。ヤンゴンに到着すると町にはほとんど僧侶がいませんでした。残っていた僧侶たちは高齢者の方と若い社民たちだけでした。一般の方々は恐怖の中で暮らしているのが感じられました。その恐怖は根拠のないものではありませんでした。私たちの訪問団は厳しく監視されました。4人だけのグループでしたが、常時警察に監視されていましたので、私たちも注意深く振る舞いました。なんとか国に入れたこと自体驚きましたが、なんとか入国できましたし、国外に出ることもできました。ただ私たちが訪問した人たちに被害がないかどうかとても心配でした。国に戻った直後に、私は今はクリアビュープロジェクトと呼ばれている組織を立ち上げました。仏教に根ざした救援活動と研修活動を行う団体です。私の直接の目的は薬や食料や支援物資を投獄されている僧侶や二層に届けることでした。当然これは静かな密かな経路を通して行う必要がありましたが、数年間そういうような支援を届けることができました。で、ささやかでしたけれど目的を達成できました。ただそれだけではミャンマー国内の抑圧を軽減する大した力にはなりませんでした。それ以降もクリアビュープロジェクトは、過去10年5年間ミャンマーでの民主化運動を応援し続けてきました。サフロン革命と今日までの間にいくつかの分水嶺のような出来事がありました。そしてそれによってミャンマーにおける仏教の姿も変容し、国内の情勢も変化しました。いろんな形での変化がありました。サフラン革命の 1年後、2008年の5月にサイクロンナルギスが南アジア、東南アジアに壊滅的な被害を及ぼしました。このサイクロンは人口の多い、イラワジデルタの耕作地に多大な被害を及ぼしました。ニャンゴンの南の方です。そして政府の対応が非常に無策であり、無神経でした。それを世界は目の当たりにしました。政府は海外からの救援物資の提供を厳しく制限しました。その結果、何千人もの人たちが死ななくてもいいはずなのに死んだと考えられます。そうした状況の中で政府は、憲法国民投票を実行しました。これは民主改革をほのめかすようなものでしたけれど、基本的には、軍の選挙で選ばれた機関における軍の役割を堅固なものに保ちました。ただ総選挙を行うことになった後、この憲法改革の後に総選挙が行われた後、
まず2012年に総選挙があり、アウン・サン・スー・チーの国民民主連盟 NLD が圧勝をしました。大多数、確か 85% ほどの票は NLD を支援しました。これで、民主主義が始まると思って皆さんお喜びしました。確かに、今まで鎖国されていたミャンマーは開かれました。投資が入るようになり、世界への門戸が開かれたとは言えます。有望な状況に見えました。ですから、その反動が始まったのは驚きには対しません。まず反動は民主主義の願いの裏側で起こり始めました。2013年に数回反イスラムの暴動と残虐行為がミャンマー各地で行われました。それは民族宗教間の紛争として描かれました。特に仏教徒とイスラム教徒の間の対立であると描かれました。確かに双方による暴力がありました。一方的な暴力だとは言いません。同時にあるヘイトスピーチが現れていました。暴力へにけしかけ、僧侶たちが暴力とけしかける動きがありました。ミャンマーの969運動、そしてお聞きになったことがあるかもしれませんが、マバタという人種宗教保護協会と呼ばれる組織が先導したヘイトスピーチが見られるようになりました。そのマバタのリーダーはアシン・ウィラトゥという僧侶です。その直後、タイム誌はウィラトゥを仏教テロの顔として一面に掲載しました。仏教テロって今まで聞いたことのない言葉でした。それが存在しなかったわけではありませんが、もともと仏教は基本的に平和の宗教だと考えられてきたと思います。それがテロと結びつけられて語られることに私たちはショックを覚えました。この後、現在の情勢についてお話をしましたが、しますが、最近、ウィラトゥは、釈放され、再び活動しています。政府が僧侶たちの統制を厳しくしようとする中で彼が再び活動しています。ミャンマー西部のラカイン州で2016年にまた暴力事件が起こりました。アラカンロヒンガ救世軍と呼ばれる武装組織、武装反乱、ロヒンガをベースとする反政府武装組織による攻撃が行われましたが、それに対する報復攻撃は非常に大規模なものでした。その武装組織だけではなく、ロヒンギャ人全員に対して弾圧が繰り広げられました。それが世界でも知られました。国がどういう反応を取ったかというと、最初は民族浄化を行いました。今やロヒンギャの人たちのジェノサイドと言っても過言ではないと言えます。村々が焼き払われ、人々が一掃され、ました。ミャンマー軍とミャンマー警察、そして仏教徒の民兵たちがそういう残虐行為をしました。子どもたちがレイプされたり殺されたりしました。2017年の夏の終わり頃には約100万人のロヒンギャの人たちが
隣国のバングラデシュに追い出されました。そして巨大なキャンプに入りました。今、2021年の2月に先送りします。アメリカも首都で危機が起こっていましたが、去年の2月にミャンマーの将軍たちは行われたばかりの総選挙の結果を否定しました。そして、軍はクーデターを宣言し、選挙で呼ばれた代表者を解任、投獄しました。それ以降、1年以上にもわたって市民による不服従運動が続いています。多くの民族、カレン、カチン、シャン、チン、州などの民族居住地域でも武力紛争が続いていますし、学生や職業人がストライキを続けたり、潜伏をしたりして、軍事政権に対する抵抗を続けています。本題に入るのに時間がかかりました。その本題というのは、仏教の役割は何なのかということです。いくつか示したいテーゼがあります。ナショナリズムと人種差別の毒こそ、世界の紛争の多くの起因だと言えると思います。2点目ですが、宗教、この場合は仏教は、多くの場合、ナショナリズムの隠れ身のになりがちです。3点目ですが、どこでも宗教と国家が癒着をすると、憎しみと暴力の原因になるということです。これは日本の歴史、特に10世紀の前半で見られたことですが、ミャンマーや日本に限ったことではありません。他のいろんな国でも似たような現象が起こりました。4点目ですが、興味深いことに、ビルマ、ミャンマーの近代史は、以上のすべての状況を反映していますが、同時に英国の植民地支配の負の植民地支配の負の遺産でもあるんですね。すでにそれが終わって75年経っていますので、この4点目が仏教とどう関係するのかについて考えましょう。1885年にイギリスは第三次英明戦争で圧勝しました。そしてまさにビルマ仏教の王政を倒しました。1880年代後半から、世紀末にかけて多くの、在家の仏教組織が生まれました。どの仏教組織も仏教を守ることを目的にしていました。当時は植民地支配に抵抗しながら自分たちの仏教を守ろうとしたのです。その際、多数派であるビルマ族の仏教、ビルマ族の文化アイデンティティとの同一視を行いました。今ビルマと呼ばれている人々はビルマ族が多いんですが、その中心部の周りにはいろんな民族の人たちが住んでいて、それぞれ宗教も特徴も異なります。他の民族の中には仏教とも言いますが、キリスト教もともアニミストも他の宗教を持つ人たちも
少数民族の中にはいます。興味深い点が一つありますが、アメリカでは非常に際立ったあの仏教をベースとするヴィパッサナ瞑想という運動があります。ご存知かと思いますが、今日のヴィパッサナの伝統というのは実は仏教と近代性、そしてあの反植民地主義の運動から生まれてきたものなんですね。19世紀末のこうした、ビアンマンに起こる運動から生まれたことでした。それは一般市民があの実感できる、僧侶に限らないような新しい仏教を作ろうというする運動の一環でした。ヴィパッサナ瞑想というのはそういうあの近代史の中でのルーツを持っているんです。ビルマを征服する際、イギリスは何千人ものヒンズー教徒をインド帝国から連れてきました。そして重要な行政の要職に就かせました。このため1920年までには青年仏教徒教会という強い組織ができていましたが、この組織は反インド主義、そして反植民地主義というスタンスを強く打ち出していました。イギリスの植民地支配に対する抵抗は仏教の思想や人物によって表現されることがよくありました。20世紀の初頭にはウオッタマやウーティラサラのような有名な僧侶たち、そしてヴィパッサナ運動の発展の重要な僧侶の一人であるレディ・サヤドーたちが登場しましたが、仏教の価値や文化が衰退していることを憂慮し、自分たちの文化や宗教を守るためにもイギリスに抵抗すべきだというスタンスを打ち出しました。財経や僧侶の人たちにとっての仏教というのはビルマという民族国家というアイデアとつながっていました。しかしその民族主義というのはビルマ族を中心とする文化に根ざしていて、国のより今ビルマと呼んでいる国の多様性を反映していませんでした。このビルマという国はイギリスが征服をし一つの国にまとめたものでした。もともとはバラバラの複数 の小さな民族国家だったところでしたが、では2007年のサフロン革命のところに早送りしましょう。この時我々西洋にいる人たちも日本の時あの僧侶たちがリードするサフロン革命を見ました。これはエンゲージドブディズムの顕著な例だと思ったと思います。ある多くの面でそれは事実です。あの投獄や牢獄に耐えて、あの軍人にも怯えない僧侶たちの勇気は非常に心を打つものでした。皆様もそういった運動に関わった僧侶たちと会ったことがあり感じていると思いますし、私もそういう人たちと出会ってその強さに感銘を受けました。エンゲージドブディストとして私たちは苦しみの構造的な面、構造的なドゥッカという考え方があります。いろんな抑圧された集団や階層の主張たちが構造的な苦しみにの中にあるということを考えてきました。アメリカに移住したサフラン革命の僧侶たちと知り合うようになって、どうも彼らのアクティビズムというのはこういうようなシステム
エンゲージドブッディスト的な構造的な苦という理解に基づいているものではない感じがしました。むしろ仏教と国家を守ることに彼らが主眼を置いているのを感じました。時間が経つとともにそれをいう理解はより明確になりました。これはロヒンギャ危機が始まる前から感じてたことです。私はある若いサフロン革命の僧侶と仲良くなりました。彼はアメリカに移住していました。もともとはラカイン州の出身者でした。ある日たまたま私はロヒンギャの歴史的な窮状について同情するコメントを漏らしました。そうすると彼は爆発するようでした。彼の言った発言はあまりにも衝撃的で激しいものだったので本当に驚きました。私たちが持っている仏法のビジョン、慈しみ、メッタを生きとし生けるものに広げる、そういう仏教の考え方は彼のビジョンではないことを理解できました。ロヒンガ危機でもその状況が明確になりました。マバタの運動や969の運動の台頭、その他の原理主義的な仏教組織の台頭により、この若い僧侶の反応がそれほど例外的ではないことが分かりました。仏教的なナショナリズム、そして他者に恐怖心を投影する行動、イスラム教徒、ヒンズー教徒、キリスト教徒を含む他者に対する不信感というのは近代のビルマ仏教の深い潮流であると言わざるを得ません。残念ながらそういう排他主義というのは宗教のアイデンティティの一つの要素にもなっています。南アジア、東南アジアではイスラム教は長年にわたって仏教に対する脅威として描かれてきたことも事実です。ロヒンギャ危機のさなか、2017年の10月に有名な僧侶シタグ・サヤドーは軍の将校たちに対する説教をしました。カイン州のある駐屯地でそういう法話をしました。彼は国軍が国を守る責任を担うべきだと言いました。そして彼は仏教の理由を挙げてロヒンギャを殺害することを正当化さえしました。シタグ・サヤドは5世紀のスリランカの聖典であるマハヴァンサという文章を引き合いに出しました。彼が話したテーマはドゥッタガマーニの勝利と呼ばれるその経典の中の章からでした。何百万人もの犠牲者を出した血生臭い戦争の後に王が後悔しているところにアラカンたちの一団がやってきて王に言うのです。何百万人も殺された人たちのうち殺された人間は一人と半分しか過ぎませんと言うのですね。その一人は参詣をしたのし、もう一人は自ら5つの戒めを自分に課したので彼らだけが人間であると。残りは、邪見を持った人々や、悪しき生活の人々であり、けだものと変わらないというようなことを言ったんです。宗教と国家の関係の話に戻します。歴史上宗教というのは政府や軍や企業の抑圧的な行動のための隠れ蓑として宗教は利用されてきました。さっき言ったように
中央の多数派のビルマ族のアイデンティティと文化というのがあります。でも、その周囲の少数民族居住地域では、国の多くの資源と富が眠っています。鉱物資源、石油、天然ガス、木材、その他の天然資源のほとんどは、こういう、各民族州の中にあるのです。こういった地域は、ビルマ軍の圧政、そして搾取に一番抵抗している地域でもあります。ビルマ軍は60年間ずっとそういった地域に軍事的な抑圧をしてきました。ラカイン州の場合、これはロヒンギャの人たちが住んでいる場所ですが、この地域には石油と天然ガスの多くの埋蔵量があります。そしてインド洋に面しています。中国はそこで港を作っており、パイプラインと貿易回廊を構築しており、中国の雲南省まで石油をいや物資を運ぶようになっています。ミャンマーの将軍たちは、ラカインの仏教徒の人たちを何とか自分の側に引きつけようとしました。そして僧侶たちも懐柔させようとしました。サフロン革命で学んだことは、僧侶を敵に回してはまずい。むしろ彼らを妥協させるのが良いということでした。多くの布施を出したり、立派な寺院を建てたりして、僧侶たちを懐柔していったんです。首都のネピドーの寺院は世界最大の ストゥーパーとなっています。こういうきらびやかな僧院にお金を軍が出しています。そして他方で仏教徒以外の人たちに対する暴力をけしかけているのです。西洋では仏教は宗教、平和の宗教だと考えられています。歴史的に見ても、近代史では必ずしもそうではないかもしれませんが、日本の軍拡主義に日本の仏教が妥協したということが20世紀の前半にありました。またスリランカでは仏教徒による少数者タミル人に対するヘイトスピーチがありました。タイの仏教徒によるタイ南部での侵略、そしてミャンマーの状況がありました。しかし仏教の教え、上座部、大乗部のどの仏教においても戦争や拷問、殺人、ジェノサイドを正当化するような教えはありません。倫理的な戒律ははっきりしています。殺してはならないということです。今日の発表で述べた慈しみは仏教徒だけではなく生きとし生けるものに対して注がれるべきものです。知恵と慈悲から考えれば戦争や民族的に憎悪、そして宗教や国家に対する脅威さえも暴力の正当化の理由にはなりません。今の危機の中で僧侶たちの抵抗も見えます。マンダレーの僧侶たちが強い政府に対する抵抗運動をしています。また友人たちから伝え聞くことによれば、シャン州や他の地域でも僧侶たちが一生懸命運動をしているそうです。しかし今大変危険な状態です。政府はほぼ ほとんどの仏教組織をうまくコントロール して分断することに成功したからです。過去の経験から学んでそういうことをしています。そしてそういう僧侶集団は非常に権力を持っています。
ミャンマーには2つの大きな同規模の組織があります。一つが軍であり、もう一つが、僧侶の集団です。ならば仏教徒のアクティビズムの未来はどうなるんでしょうか。それはよく分かりません。危機的な状況にあると言えます。より多くの僧侶たちが関わってくれることが願われます。そういう僧侶たちが立ち上がっていることを聞いても、消極的にしか支援を行うことができませんでした。最後に皆さんに問いかけをしたいと思います。ミャンマーの仏教徒の兄弟姉妹の人たちにどのような行動を取るように私たちはアドバイスできるでしょうか。ビルマの兄弟姉妹たちはどうやって軍事政権の下で運動を続けられるでしょうか。私たちはその支援のために何ができるでしょうか。これについて共に考えたいと思います。皆様からのご質問やコメントを受けしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。はい、アランさん、どうもありがとうございます。本当日本でも仏教の集まりで、仏教は平和な宗教だという認識のもとでよく話が進むんですけれども、本当現実、世界の現実を見ていると、仏教者が加担してきた暴力的な、行為っていうのは本当数多くあることも、今の話からも分かってきたかなと思います。最後にアランさんの方から、じゃあ同じこの今日ご参加の皆様、必ずしも仏教者はない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、多くは仏教者であり、もしくは他の宗教を信じていらっしゃる場合であっても、その宗教を信じる者に何ができるのか、どういう働きかけができるのかというところも一緒に考えていきたいと思いますが、まず何かご質問があれば、まず Q&A の方に書き込みをお願いできますか。まだとりあえず、今のところは入っていませんので、画面下に Q&A というコーナーがありますので、そちらからご質問を書き込んでください。あと、もしよかった、大河内さん、もしあれでした、顔だ、同じ今日共催をしているジェーネブの大河内さんも、もし質問等があれば、顔を出して質問していただければと思いますけれども。どうも、ありがとうございます。Thank you very much. Reverend Alan. はい。じゃあ、また質問が書き込まれてませんので、こちらから、いくつか質問していきたいと思いますが、例えば、ジョンさんはもうやはり同じくジェンネブであり、アイネブのメンバーであるジョン・ワッチさんも今日、一緒にお話を進めていきたいと思います。質問が書き込まれるまで、私たちの方で質問を投げていきたいと思います。ミャンマー のいわゆる、仏教徒の人たちの考え方っていうのは、その僧侶ではなくて、その信者さんの側 その、平和に対する考え方みたいなのっていうのはどういう考え方、多分すごく影響、上の方からの影響を受けてると思うんですけれども、どういう影響が与えられているのか、もしくはその僧侶に対してどういう期待を持っているとか、アランさん、何か聞いてらっしゃることありますでしょうか。ビルマ社会の中での仏教者の役割っていうか、期待されるところっていうのはどういうところにあるのかなと思ったんですけど。
通じてませんね。ああ、すみません。ちょっと通訳の方のあれ、あのシステム側のちょっとうまく届いてないようです。どうだろう。Alan, can you hear Tom? I can hear you. Yeah. But you can also hear Tom? I can't hear Tom, no. Oh, okay. So, 今ちょっと通訳さんの、あの、私の日本語の英語は伝わってなかったみたいなんですけど。You may have gotten on the wrong channel, Alan. I have no idea what channel I'm on. I haven't changed. Alan, sir. Okay. Well, maybe I can read. 通訳チャンネル。Mika asked, what is the, right, can you see the channel at the bottom of the screen on the right? There's a button. It should say. 右下のにあの地球儀のようなボタンがありますが、あそこに通訳と書いてあるのがあります。そこにクリックをすると英語に見えますよ。はい。で、I'll do the question quickly and give us time to fix up the channels. The question is what the stance of lay Buddhists in Myanmar? Myanmar の在家仏教徒はこういう問題に対してどういうスタンスを持ってるんでしょうか。そして在家の方は宗教者に対してどういう期待を持ちますか。こういう問題に関してどういう対応を期待するでしょうか。もしかしたら世代間の差があるかもしれません。聞くところによれば、私たちは若い人たちとのミャンマーの若い人たちとの連絡は取れています。仏教徒の若者との連絡があります。こういった人たちは、そういう僧侶たちからの疎外感を感じています。仏教ナショナリズムの雰囲気の中ではなおさらです。聞くところによれば、まあ、これは、まあ定量的ではなくても あくまでも印象論かもしれませんが、2007年の頃とは違い、彼らは問題の解決を僧侶たちに期待はしていないようです。一般市民の間で、特に政治意識の強い若い人たちの間で、意識が変化しているようです。民族の憎しみの炎を僧侶たちが煽ったことは、ひどい間違いだった。大きな苦しみを作ったんだということを多くの人たちが感じているようです。かなり多くの、抗議に参加する人たちは、以前の自分の立場を悔いているようです。前のようには僧侶たちに気持ちが向かっていないようです。期待をしていないようです。なるほど。はい、ありがとうございます。まあ、それで質問も来ているので、ちょっと質問に行きたいと思いますが。Alan, can you hear Tom? Now I can hear Tom. Yes. Okay, good. 今通訳が聞こえてます。仏教の強い信仰のもとに怒り、憎しみ、そして紛争や虐殺や戦争を止めていけると思われますか？仏教信仰のもとにその怒りや憎しみとか紛争や戦争を止めることはできると思われますか？どうしてもこう負の連鎖が続いてしまっていると思います。宗教の中であってもまあ続いていると思われますが、可能でしょうか？という質問です。
Well, that's a really interesting question. I think personally, 大変興味深いご質問です。個人的にはそう思います。できると思います。しかし、そういう考え方が広く共有されていることが大事です。ミャンマーのような仏教国では、それはより可能かもしれません。アメリカよりも可能かもしれません。日本はどうなのかもう分かりません。皆さんの方がお詳しいと思います。名目上日本は仏教国かもしれませんが、仏教の価値観が社会制度や政治政策にどのような影響を及ぼすのかは分かりません。冒頭で申したように、アメリカでは一つメリットがあります。仏教徒というのは小さなマイノリティの宗教です。国家とのつながりもありません。でも日本やスリランカ、タイ、ミャンマーのような国では、どうしても仏教と国家の癒着が起こりやすく、別々の存在とみなしにくいと思われます。どうやらお釈迦様が説いた教えが歪められやすいのではないかと思います。東洋社会の方が。東洋社会歪められやすい。ね、国と癒着する可能性が高いので。はい。I see a question that says that armed resistance is a kind of violence. What do you think of violence? チャットの方にも質問がいくつか入っているようですね。はい。じゃあ今アランさんが読まれたのは、Tom, you're on the English channel.武装抵抗も暴力ですが、そういう暴力をどう思いますか。じゃあそれについて答えてもいいですか。Okay. So, this is a very difficult question. これも大変難しいご質問です。明らかに非暴力運動が有効な社会変革の方法である場合がよく多くあります。東ヨーロッパでもそうでしたし、南アフリカでも重要な時期にそうでした。その他の多くの抑圧的な政権に対する抵抗運動でもそれは見られてきました。ただビルマ軍のような組織に対して非暴力運動が有効かどうか、ここはいわゆる仏教という立場に限って捉えないようにしたいと思います。NUG、ナショナルユニティガバネントは武力抵抗運動を作りました。そういうことをすることに決めたことには理解もことは理解もできます。ただ、社会変革のメカニズム、を成功させるためには2つの柱が必要でしょう。一方で武力抵抗が必要かもしれません。自分の家などを守るためのものです。
自分の命や守るを、や家族を守るための自衛的な抵抗、武装抵抗があり得ます。他方で市民的な不服運動、経済制裁、そして交渉が起こり得ます。その2つが重なれば社会変革が起こり得るかもしれません。わかりません。ビルマは非常に複雑です。東南アジアで最も資金のある強力な軍を持っています。その軍は周りに敵がいません。軍のリソースすべてをこの60年間ずっと国内の人々の弾圧に締め切ることができたんです。それは国を貧しくしています。もう一つ起こってほしいと思うことがあります。軍人たちを説得するようなキャンペーンが望まれます。一般の軍人や、中ぐらいまでの将校たちを説得する運動が必要かと思います。その人たちが要するに軍を辞めるように促す運動です。数千人の兵隊たちがこの1年間に職を辞めています。そうすることは非常にリスクを伴います。でも私や私たち、よそ者は武装抵抗をするなという立場にはいないと思います。私が資金を提供している活動は決して武装抵抗には使われていないということは断言できます。でも外から我々はその抵抗運動に行使なさいと指示することはできません。あくまでも友情を示し、友好を示すことしかできないと思います。ありがとうございます。本当 NUG の武装運動、抵抗運動に関しては、私たちも本当どう向き合うかっていうのはいつも悩んでいるところで、アランさんのおっしゃるところがとてもよくわかりました。皆様のチャットの方にどうも質問書いてらっしゃるので、できたら Q&A に入れていただけると管理がしやすいんですけれども、今もう入ってらっしゃるのはこのまま受けたいと思います。ミャンマーからですね、日本とミャンマーの仏教者は以前から交流があったのではないかと思うのですが、それは今回のクーデターに際して支援や抗議などでそのネットワークは生かされているのでしょうか。これはでもアランさんというよりは多分日本人が答えた方がいい。You have to tell me. Right. それはぜひ皆さんが教えてください。ちょっと私も草の根の方で活動している立場なので、あまり仏教者と仏教者の公のつながりっていうのが分から、大越さん何かご存知ですか？私もあまり知らない。個人的には昔の従軍した昔ね、先輩のご住職とか、あとは、ミャンマーに訪問団のような形で、関わった話は聞きますけれども、少なくとも今こういうこの政治的な状況、あるいは支援とかという形で継続的にされているかどうかというのは分かりません。私が所属している浄土宗の関係団体でもミャンマーの学校建設とかかつてしていましたけれども、今全くそういった活動はしていないというふうに先日ちょっと確認いたしました。
そうですね、多分あまり公に動くことよりは、草の根で、この個人的なつなが顔が見える関係の中での支え合いの方が動いている印象は、まあ、そういう情報しか入ってきないのかもしれませんけれども、そういう印象の方が強いです。続けていきます。次の質問がミャンマーからです。失礼します。先ほどは日本の方でしたけれども、仏教徒、先ほどのお話の中で仏教徒の中でも今回の政情の変化に、まあ、多くの方が強く反対しているようですけれども、ミャンマーではの、まあ、現在ではどのような行動がなどでそういう反対運動を仏教徒が示しているんでしょう、仏教者が示しているんでしょうかという質問です。 Inside Myanmar? そうですね、 Inside Myanmar、yeahYou have, is it the White Rose Movement? 白いバラの運動というのがあります。これも抵抗運動の一つです。写真が別のパソコンにありますが、マンダレーで撮られた写真があります。僧侶たちのグループが抗議している写真があります。看板が興味深く書いてです。ミャンマー語でこう書いてあります。そして英語で書かれています。お願いですから、包括的な経済的な制裁を敷いてください。しと書いています。軍事政権に抵抗するための経済制裁をしてくださいと、マンダレーの僧侶たちのグループが呼びかけています。公のスタンスを取る際は、そのようなことを呼びかけています。時々僧侶が減俗をして銃を手に取ったという話を聞くこともあります。それはマスコミが喜ぶストーリーですけれど、運動ではないと思います。私が知っている僧侶たち、いや、聞いた、抗議活動をしている私の知っている僧侶たちは、非常に注意深く振る舞う必要があります。自分の安全にも気を遣う必要があります。特定されたり、家族が特定されたら、投獄されるからです。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次の質問ですけれども、とても情報量の多いお話をありがとうございました。仏教の文脈から少し外れてしまうかもしれませんが、ミャンマーの若者たちを支援しようとしたとき、どこにお金を集め、どこに力を入れるのが効果的だと思われますか？ What I would suggest right now, just to this audience, 今お聞きの皆さんにご提案したいことは、ジョナサン・ワッツさんか、アイユスの枝木さんにお話をすることです。お二人はいろんな関係者をご存知です。私は特定の名前は言いませんが、信頼しているいくつかのパートナー組織がいます。そこに資金を届けることは可能です。個人が現金を渡したり、間接的なインフォーマルな方法で資金を届けたりすることが可能です。それは非常に効率的です。この1年の間におそらく、$75,000近くのお金をミャンマー国内のいろんな組織に送りました。ほとんどの場合、
相手は私たちが個人的に知っているパートナーです。非常に注意深くお金を使ってくださっています。で、お金の使い方もきっちり記録にとっています。寄付、そういう人間関係のある相手に寄付をすれば、通常はお金を どのように使ったのかの会計報告も送り返してもらいます。具体的な名前は申しませんが、ジョナサン・ワッツさんか、枝木美香さんか、私に連絡を取ってください。すべては信頼関係に基づいて行っています。我々のネットワークはそれこそ大事です。信頼を構築し、それを試すことが大事です。そういうやり方が支援を届けるのに良いと思います。ありがとうございます。アーユスは、主に国内避難民への支援、あとは日本国内でのアドボカシー活動に力を入れています。また同時にここにいる仲間たちと、アイネブのメンバーで、ミャンマーで活動している、特に不服従運動の家族を支援している人たちにも、また有志でお金を募って送っていますので、ぜひそちらの方にもご関心を向けていただければ幸いです。アイスにコンタクトいただければ、ご案内いたしたいと思います。はい、あといくつか2つぐらい質問が来ております。大変勉強になるお話ありがとうございました。今回のクーデター後にビルマ人の若者が少数民族の人たちが直面し続けてきた困難を初めて理解した。今度は手を取り合っていかねばと話してくださるのを何度も聞きました。ミャンマーの仏教者の方々の間ではこのことについて何か議論されていますか？That's an interesting question.You know, one of the things that I've... 興味深いご質問ですね。数年前、2016年よりも前のことでしたが、マンダレーで複数の宗教の人たちが集まる会合が行われています。それに出席しました。素晴らしかったです。イスラム教徒、キリスト教徒、仏教徒が同じテーブルを囲んで、みんなで社会活動に奉仕をしていました。しかその会議は、マンダレーの洪水をきっかけに始まったと聞いています。共通の目的で人々が集まりました。2012年以降、暴動が発生したとき、そういうつながりがあったものですから、仏教のお寺がイスラム教徒をかくまったんです。街中のお寺にイスラム教徒をかくまいました。これは一例です。また、ミャンマー国内の NGO の仲間たちは、他の宗教の人たちとの連帯を作ろうと一生懸命努力してきました。とても大事なことだと思います。非常に深い不安感があるんですね。国境地域を訪問1992年に初めてミャンマーの国境地域に行きましたが、その時にいろんな民族集団の人たちと話をしました。そしてそういった民族グループの連合組織の人たちとお会いしました。その時驚いたことがあります。アウン・サン・スー・チーはノーベル平和賞を受賞した直後のことでした。彼女は西洋ではみんな憧れの存在でした。みんな彼女を尊敬していましたけど、最初の訪問でそこに行った時に非常にショックでした。そういう少数民族
の組織の人たちはアウン・サン・スー・チーを信頼していないことが分かりました。当時はまあ傲慢な気持ちになって、なぜそんな不信感を持つんだろうと彼に対して不信感を持ちました。でもその後彼女が国家顧問になった後、発言においても政策においても彼女は、ハーグに行ってミャンマー政府のやり方を擁護しました。ロヒンギャに対する弾圧が明らかに行われているにもかかわらず、それを擁護するような発言をしましたし、続くカチン州での、武力的な弾圧に対して彼女は批判するような発言もしませんでした。彼女、アン・サン・スー・チーは少数民族から信頼されていませんでした。私は一方的にアン・サン・スー・チーを責めるつもりはありません。非常に困難な立場にいらっしゃったと思います。どんなに巧妙に交渉しようとしても、非常に難しい立場にいます。いろんな人たちと連携を組もうとして、その人たちから今彼女が逆に批判されかねない状況にあります。でも仏教徒やビルマ族に要するに圧倒されてしまうんじゃないかという不信感が少数民族の間には広まっています。ありがとうございます。多分なんか仏教、いわゆる若者たち その今回のことでの得た気づきのスピード感っていうのかな、それと仏教者の間もしかするとこう差があるというのか、あるのであれば、もっとその外で起きていることに耳を傾け、目を開いていってもらいたいっていうのが、ある意味、ミャンマーのお坊さん、仏教者への、そういうメッセージになるのかなというの話を聞きながらちょっと感じたりも、私たちもよくそういうことが起きがちなところがあるので難しいとは思うんですけれど、ジョン、あとね3つぐらい質問が来てて、ジョン has something、Yeah, I wanted to respond to that for a moment, though. Okay. 今の点についてもちょっと触れていいですか、はい、ジョンさん先に何か言いますか。今のコメントに対して私も言いたいことがありました。クーデターの前のことですが、ミャンマーにクーデター前の時期に数回行きました。我々のアイネブのパートナーたち、特に在家仏教徒であるアイネブのパートナーたちは、僧侶たちと協力をしながら、少数民族に対する態度を変えさせようとしています。本当の平和や人権や民主主義が何なのかという啓発活動も行っています。それはそういう活動が展開されているのを見て大変感銘を受けました。なぜならば、ミャンマーは長い間鎖国状態だったので、スリランカやタイ以上に保守的なんですね。ジョーザブ仏教に対するアプローチは他のジョーザブの国以上に保守的です。在家の人たちは僧侶に何を言っても何の価値も見なされないんです。状況が変化して若い女性を含む在家のパートナーが僧侶と協力し合えるようになったことは驚きでした。平和教育や人権教育の活動ができるということは非常に感銘を受けるクーデター前の状況でした。今その良い
影響が続いていることを願います。多分そういう活動は続いているんじゃないかと思います。質問に対して私が言いたいことがありました。言ってもしょうがないかもしれませんが、僧侶たちは若い人たちに耳を傾けるべきです。保守的なアジアの文化の中ではそれは難しいことかもしれませんが、直接は言いませんでしたが今言います。関係を構築できる相手を見つける必要があります。しかし変化は必要です。国内から変革が始まる必要があります。今まで見てきたどの取り組みでも、国際的な仏教徒たち、一番顕著な人たちでも、外からは影響力を発揮できないし、声は聞かれないし、聞かれる耳を持たれません。人間関係がない限りはダメです。その僧侶たちとの直接の人間関係がないと話は聞いてもらえません。非常に保守的でトップダウンな僧侶集団のシステムがミャンマーにはありますので、長期的な視野で関係づくりをして関係を維持することを考える必要があると思います。だんだんその国内の僧侶たちのリーダーが育っていく中で、そういう人材とつながりを持てるようにすることが大事だと思います。ありがとうございます。だいぶ終わりの時間に近づいてきているんですけれども、ちょっと4つほど質問が来ているので答えられる限りちょっと簡単にでも。Let's take those questions and その質問を受けましょう。はい。簡潔に答えるようにします。はい、お願いします。じゃあちょっと申し訳ありませんが、質問はこれで受付を終わりたいと思います。はい、アランさんにお伺いしたと思います。Right. Right.先ほど軍人に働きかけるべきだという話がありました。私の知る限り、ミャンマーの軍人はとても信心深く、よくお布施もしますし、バリケードに使われた女性のロンジーの下を本当に通りたがらないほどです。しかし、その信心深さが残虐行為の抑止につながっていないと思うのですが、それはどう理解したらよいでしょうか。Well, I think because they have おそらく仏教の解釈がシタグ・サヤドが言ったことに沿っているからです。国軍の人たちは国を守る立場なのだというふうに考えているんでしょう。国を守ることが仏教を守ることであり、仏教を守ることが国を守ることだという同一視があるんだろうと思います。経典を見ても国を守ることを奨励する箇所も確かに見つかります。それでずっと教育されているんです。お寺に行って不正をします。そして僧侶たちが軍人たちからその不正を受け取ります。サフラン革命の頃のようなタコ圧の壺を裏返すような運動は今回はありませんでした。僧侶たちが軍人の不正を受け入れるのであれば、自分たちの軍事活動が、僧侶によっても受け入れられていると感じてもおかしくないでしょう。ブッダは軍を作ってはならないとは言いませんでした。しかし、あくまでも
専守防衛のためのものだということは教えたと思います。でも歴史上それは容易に歪められます。まあ、本当にあの仏教ナショナリズムが今回の国軍の暴力を助長させているっていうような話はいろんなところで聞いていることなんですね。はい、で次のご質問です。Yeah, happens in my country. 我が国でも同じです。でも仏教ナショナリズムじゃなくてアメリカの場合はじゃあどう？But you know what? That's true. But now, そうかもしれませんが、ナショナリズムはナショナリズムです。なるほど。ナショナリズムは宗教を隠れ蓑として使うことは同じです。アメリカではキリスト教を使います。なるほど。正義の戦いという考え方があります。中世の中世軍という十字軍という考えがあります。イスラム教には聖戦という考えがあります。宗教が政治権力とつながると、その要するにそういう癒着が発生します。うん、宗教は違いども、まあ、構造は一緒っていうところですね。はい、That's right. Right. その通りです。はい、じゃあ次の質問です。経済制裁は仏教徒として本当に正しい方法なのでしょうか？経済制裁によって本当に困窮するのは社会的な弱者です。貧しい人たち、お子さんたちなどマイノリティです。日本も以前経済制裁で戦争を起こしましたというご質問です。I think that economic sanctions to me are. As I say, say what? You know, a tool of policy. あの政策のツールの一つです。注意深く、懸命に使うなら使うべきものです。これは経済制裁が一番脆弱な人たちを先に傷つけるというのが本当かどうかは検証が必要です。その可能性はありますが、その影響は複雑です。サフラン革命が起こった理由の一つは、軍政が弱い政府が燃料の値段を 100% から 500% 高めたことによって生活を苦しくしたからです。それが反乱のきっかけになりました。その反乱が完全ではないけど一部の変革をの原因になりました。経済制裁による困難というのは有効である場合もあります。一定程度ですが、こちらも非常に乱暴なツールです。幅広い人たちに影響を及ぼし得ます。でも特に将軍たちに強い影響を及ぼします。将軍たちの選択肢が少なくなり、企業活動が成り立たなくなるからです。簡単な答えのない質問です。
まあ、経済制裁は非常に誰の言うことも聞かないミャンマー政権を動かす数少ないツールかもしれません。道義的な倫理的な圧力を一切感じない相手に影響を及ぼす数少ない手段です。他に何ができるのか分かりませんが、僧侶たちが包括的な経済制裁を呼びかけているということは印象的でした。また NUG も経済制裁を呼びかけています。ミャンマー国内からの声がにより多く耳を傾けるようにしています。外で我々が考える戦略よりもむしろミャンマーの人たち自身が何を求めているのかということに注意を傾けるべきだと思います。はい、ありがとうございます。あと2つほど質問がありますので、申し訳ございません。もう少しお付き合いいただければと思います。ワールドビジョンジャパンの方からです。現在のミャンマー情勢によるミャンマーの子どもたちへの影響と、それを解決するために現地の仏教者たちが取り組んでいることはありますか、という質問です。Well, historically, 歴史的に見ると教育システムの多くは孤児院や寺子屋をベースとしていました。そういう寺子屋は子どもたちに教育を授け、食事も与えたりしてきました。現在もそういう寺子屋教育というのが可能な範囲内で続いているんだろうと思います。特に高等教育の学校、高校や大学のプログラムは最近多くが閉鎖されているというのも事実です。ので、教機関がそれにあまり影響力を発揮できるとは思いません。やってることはあまりないと思います。でも、基本的な教育と生きるための基本的な給食などをお寺が子どもたちに提供していると思います。できる範囲内でです。我々が寄付したお金の一部も僧侶たちやお寺を通して一般の人々に配布されているのも事実です。お寺を通したそういう支援物資の配給も行われています。はい、ありがとうございます。じゃあ最後の質問となります。これ英語で来てますけど、どうしましょうか。日本語で私が読みましょうか。私の考え方で、私が思うには、ミャンマーの仏教というのはただの宗教というだけではなくて、文化的なアイデンティティであったり、ミャンマーの人々の尊厳でもあると思います。でそれは、ミャンマーの、歴史や文化というものが何世紀にもわたって、深く仏教に根ざして、作られてきたからだと思います。でなので、今あるそのビルマ族、ビルマ人による、ナショ、なんていうの、原理主義、仏教ナショナリズムであり原理主義というものの方向性を変えるのは簡単なことではないと思うんですけれども、でも今こそそれができる時ではないかという気もしていますと。じゃあその上で質問ですけれども、現在の、ビルマの仏教が、より、リベラルであり平和的であり、現実に根ざしたものになるためには、なるための何かサジェスチョンがあればお願いしますというのが一つで、もう一つが、yeah, yeah. So my feeling is... こう思います。
必要なのは、まず、ビルマを、いろんなあの民族の連邦国として捉えることだと思います。一つの宗教伝統だけにアイデンティティを根付かせるべきでないです。また、ビルマ族だけが中心であるべきではありません。アウンサンもそういう多民族国家を目指していました。アウンサン・スー・チーもそういうビジョンを持っていたと思います。将来のビルマは連邦国となり、すべての少数民族、そしてすべての宗教が認められることが望ましいです。そして宗教と政治の分離が大事でしょう。政教分離ですね。なるほど。実質上の宗教国家でなくすことが大事でしょう。そうすれば仏教も自由になると思います。国家に対する責任を負わなくても済むことで、仏教はもっと自由に教えられ実践されるようになるでしょう。そしてより広く受け入れられるようにもなるでしょう。他の宗教が主流の地域でも仏教も一つの宗教として受け入れられるようになるでしょう。そのいい模範がマンダレーです。マンダレーはかなり多様なところです。宗教者とそのコミュニティは互いに尊敬し合っています。互いの誠実さがそのベースとなっています。やはり政教分離は大事です。そして、憲法改革を行って本当の民主主義を実現し、主権を軍が持たない政治にすること、選挙で選ばれた人たちが主権を持てるような形にすることが望ましいです。やはり連邦制を目指すべきだろうと思います。質問にはもう一つのパーツがあったんでしたっけ？はい、クーデターの前にはミャンマーの人々はあまり他の国というか他の仏教に関しては興味はなかったんですけれども、クーデター以降というのは特に若者や革命のリーダーたちは、現在ある、そのミャンマーの仏教連盟、お坊さんの連盟に対しての疑問を持つようになっています。なので、海外からの、他の仏教 の、 その修行とか実践に関してを、ミャンマー国内のミャンマーの仏教徒に対して、知らしめるとか共有するようなそういう予定とかはありませんでしょうかという質問ですね。My experience having 経験を言わせていただくと、長年にわたりこういうことにも取り組んできようとしましたが、いわゆる横からの圧力はうまくいきません。ジョンが言ったように、ミャンマーの総力教団の保守的な価値観は非常に強力です。非常に控えめです。で、かなり高慢であり、他の仏教に対して見下すような態度を取ることも多いです。むしろ望むべきは関わる機会を与えていただくことです。そちらから声をかけてもらうということです。ミャンマーの仏教は純粋なんだ、他の仏教よりも純粋だという考え方があります。例えば大乗よりも純粋だと。でも友好の気持ちを見つける必要がありますが、
まずは人同士の人間関係が必要です。仏教の実践者同士、他の国の、あの仏教者とミャンマーの仏教者の間の人間関係が生まれ、関わってほしいというあの声かけが必要だろうと思います。では補足します。ここでこそ在系仏教徒がリーダーシップを提供できると思います。私はタイと日本という2つの国に長年住んできましたが、ここでは仏教の実践は非常に多様化してきたと思うんです。在系からいろんな新しい動きが生まれました。僧侶にうんずわりし、制度化、自分の国の制度化した仏教に限界を感じて、在系の人たちが他の仏教を実践し始めました。例えばゴエンカ氏が始めたヴィパッサナ教会のセンターがありますし、ティクナットハンも日本で人気があります。タイにはチベット仏教の師であるトルンパリンポチェのセンターもありますし、ティクナットハンのセンターもタイにあります。そのリーダーは旧態依然とした仏教に嫌気を感じた若い人、在籍の人たちが始めたことです。また先進的な僧侶たちが外から先生たちを呼んで新しい新風を巻き込んだんですね。だから在籍の人たちは重要な役割を果たせると思います。またミャンマー国内でもヴィパッサナ瞑想の運動は主に在家の人たちから始まったものでした。それは非常にミャンマーの仏教にとっては本質的な変革運動でした。それは反植民地運動から生まれたものでしたが、今の軍事政権に対するアクティビズムや抵抗運動のベースにもなっています。そういう伝統がないわけではないんですね、ミャンマーも。しかし、でも、仏教を、ミャンマーの仏教を他の仏教で圧倒して植民地化しようとするようであってもなりません。あくまでも向こうから招聘されて出かけるようでなければなりません。とりあえず質問は以上ですか？はい、はい、ありがとうございます。すいません、皆様、ちょっと長引いてしまいました。I really enjoyed it.It's okay. Very much. 非常に楽しませていただきました。こちらこそありがとうございます。ご一緒できて嬉しかったです。またお役に立てている機会があれば何々とおっしゃってください。はい、ぜひお願いします。本当、なんていうんですか、I'll say おやすみなさい。ではおやすみなさい。はい、ちょっと皆様まだ残ってください。今かなり遅い時間になってきておりますので、はい、ありがとうございます。明日の朝座禅のために早起きしなくちゃいけないので、じゃあアランさんどうもありがとうございました。これでアランさんとはお話ししようと思います。ありがとうございます。 OK、 はい、Yes, good night, I'll see you. ではおやすみなさい。またお会いしましょう。はい、皆さんちょっとあと2分ほどお付き合いください。本当今日のお話はまた編集して、YouTube などでもこう共有したいと思いますけれども、宗教というものが国家と近づけば近づくほど何か他の意味合いで使われていってしまうということを、まあ、事例としても、お聞きしたと思います。でもそれはもう本当私たちのことでもあるという自覚を持って、今日の話を受け止めたいと思います。最後になりましたが、アーユスでは昨年が今年度というんですかね、緊急募金として、ミャンマーの人々が未来の希望を持てるよう応援するということで、これらの5つの事業に協力してまいりました。
また町の非募金という名前のもとで引き続き、協力を仰ぎたいと思います。少なくともここであるメコンウォッチの活動の日本の公的資金がミャンマーの国軍を利さないようにというための調査と情報発信、提言活動には来年度も引き続き協力できたしたいという予定になっておりますので、ご協力賜れば非常にありがたく存じます。先ほども経済制裁という話がありましたが、これは本当経済制裁というのではなくて、いかに日本の資金が国軍に流れているかというところを調査して、呼びかけているものであって、一方で人道支援であり、人々のための直接の支援活動に対しては、より日本が動くように私たちもつないだりとか、働きかけを行っています。またですね、今度日曜日のことを大河内さん、ご案内お願いいたします。はい、ですね、昨年来、宗教者の、日本国内の宗教者のネットワークで、集まりまして、何とかしたいと、宗教者として何かしたいということで、ミャンマー、祈りと連帯、なんだっけ、祈りと連帯のミャンマー祈りと連帯ネットワークというのをですね、つながりを作りまして、昨年の6月に一度ですね、祈りの集いということで、全国のお寺や教会その他をですね、オープニングは広島の平和記念公園の前で、だったんですが、結びまして、みんなでとにかくミャンマーの平和を祈ろうということで、宗教者と、それから在日のミャンマーの方たちが、にもですね、たくさん、メッセージをいただいて、また現状報告などを交えて行いました。で、その第2弾をですね、今度の日曜日3月6日にですね、3時から開催いたします。実際には、ミャンマーの、在日のミャンマー人の方々、それから在日のミャンマーの、というか日本にミャンマーのお寺を作ったミャンマー人の僧侶の方、それから、また日本ではですね、キリスト教の人たちが少数民族のミャンマーのですね、少数民族の方たちを支援したり、またそちらから来ている留学生や、キリスト教の牧師さんなどもですね、前回にはいろいろ発信をしていただきました。そんなことをですね、いたします。これにつきましてはまた当日は3月3日、3時から6日3月6日3時からですね、午後3時から会場は、芝公園の増上寺の蓮向かいの天候院でですね、集まりますが、あと基本的にはオンラインでの参加と呼びかけております。アイスさんの、サイトからですね、申し込みをいただければと思います。ぜひ多くの方のご参加をお待ちしております。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。次回、3回連続のセミナーに予定しております。2回目はミャンマーの仏教者による緊急支援活動と草の根 CDM 支援活動ということです。まだ予定していたミャンマー側の、支援活動の方がやはり情勢の関係でちょっと日程等の確約ができないので、今まだ日時が未定の状況ですが、今日申し込みくださった方にはまたご案内できればと思います。ぜひ、続きご参加をお願いいたします。また繰り返しますが、もしご寄付の方ご協力賜れば幸いです。はい、ではどうもありがとうございました。長々と、してしまい本当申し訳ございません。また引き続きミャンマー情勢にご協力仰げればと幸いです。またこの後皆様の方にまたメールでアンケートをお送りいたしますので、ご回答いただければ幸いです。本日は長くなりましたこと、お詫び申し上げます。引き続きよろしくお願いいたします。張さんもありがとうございました。で、皆さんどうもありがとうございます。またお会いしましょう。トムさんもありがとうございました。トムさんも Thank you very much. ありがとうございました。どういたし